はい、こんにちは。炭酸美容家高橋ひろみです。今日の動画は今からの時期に特に気になる美白化粧品の選び方についてです。最近だいぶ暑くなってきたので紫外線が気になる季節になってきましたよね。なので肌の美白について意識する人きっと増えてると思います。では皆さんは美白したいと思ったらまず何しますか？きっとね、美白化粧品を買いに行こうって思う人多いと思うんです。でもね、ちょっと待ってください。化粧品にはシミ、そばかす、くすみ等を改善する効果ってないんですって言われたらどう思いますか？いやいや、そんなことないでしょう。何を言ってるの？普段から使っているよって感じる人が多いんじゃないかなと思います。というのもね、薬機法っていう法律があってね、化粧品には人の体を変化をもたらすこと、つまりここで言うシミ、くすみ等を改善するための有効成分が配合って書いちゃダメってなってるんです。だから間違った商品を買っちゃったりとか、間違った使い方をしてしまったりすると全く効果がないどころか、自分の肌に合わずに肌トラブルになってしまうっていう残念なことになりかねないんです。じゃあ実際に肌悩みを良くするにはどうすればいいのって思いますよね。でも安心してください。今日の動画ではそこの部分を炭酸美容家であり、あまりね、動画では言ってなかったかもしれないんですけど、私薬事コンサルタントでもあるんですね。そんな私がしっかり解説していきたいと思います。このチャンネルでは40代以上の女性を対象に炭酸美容を中心とした美容情報をお届けしています。絶対に年齢を理由に美しくいることを諦めないでくださいね。そして最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録を今のうちにお願いします。それでは早速本題に入っていきましょう。そもそも皆さん、美白ってどういう意味かわかりますか？肌を漂白するようなケアっていうのが美白って思ってる人いませんか？これね、結構多くの人がそう思ってて、でもね、そうじゃないんですよね。漂白じゃなくって、実際はですね、メラニン色素の生成を抑えることによって日焼けによるシミそばかすを防ぐっていう意味で美白っていう風に言ってるんですね。そういう意味での美白なので、シミそばかすのない明るいお肌を目指すためにはどうすればいいのか。それは国からの承認をもらった有効成分配合の美白化粧品を選ぶことがまずはポイントです。やっぱり美白化粧品買うんじゃんって思ったかもしれないんですけど、実はこの国からの承認をもらった有効成分って部分をしっかり理解していないと、全く効果がなかったり自分に合ってない化粧品を選んでしまうかもしれないんですよね。普段使うお肌に塗るものって大きく分けると3つに分類することができます。医薬品、医薬部外品、化粧品、この3つです。そして先に結論をお伝えすると、美白化粧品を選ぶ際にはぜひね、医薬部外品、つまり薬用化粧品を選んでほしいんです。今からね、この3つの分類についてお話ししていくんですけど、ここの理解をしているかしていないかで、今後ね、正しいスキンケアができるかどうかって結構変わってきちゃうんです。だからしっかり覚えていただけたら嬉しいです。ではまず医薬品からいきましょうか。これは皆さんが例えば赤みを帯びたニキビができてどうしようって時には、炎症を抑える塗り薬のクリームがありますよね。それから湿疹とかね、皮膚炎でかゆみが出てしまってかゆみを止めたいっていうかゆみ止めのクリームとか、症状を抑えたり治したりする目的で使うものが医薬品になります。つまりお薬ですよね。で、医薬部外品というのがあります。聞いたことありますよね。まあこれはね、薬用化粧品となるんですけども、ここからが私たちの普段のスキンケアに関わってくるものになるんです。お薬は何か症状がないと使わないものだし、治っちゃったらもう使わないですよね。でも医薬部外品は予防のために使ったりしますし、美白化粧品は薬用化粧品なので普段のスキンケアでも使うことが多いものになります。この薬用化粧品の定義っていうのを説明すると、国の基準に基づいた審査を受けて効果効能が認められた有効成分が入っていますということで、許可がある化粧品になります。つまりどういうことって思いますよね。
なので皆さんに覚えておいてほしいことは、この薬用化粧品である医薬部外品っていうのは効能効果が認められた有効成分が入っているので効果が期待できるということなんですね。効果効能ってじゃあ具体的には何かっていうと、薬用化粧品でよく見かけるのは肌荒れを防ぐとかニキビを防ぐとかシミそばかすを防ぐ、シワを改善するといったものがあります。一方で薬用ではない一般の化粧品は国の承認を取っていないので効能効果が認められる有効成分が入っているっていうことは言えないんですね。つまり化粧品にはシミを防いだりシワを改善したりニキビを予防したりするっていった効能効果は謳えないということになります。これはね、結構知らない人も多いので驚かれる方も多いんです。化粧品はシワ改善やニキビの予防は効果効能の範囲にはないので、そもそもそれを謳うことができないんですよね。じゃあ化粧品には何にも効果がないのかっていうと、そういうわけではなくて、お肌に潤いを与えたり柔らかくしたりキメを整えたり肌をきれいに見せたりっていう効能効果の範囲がきちんと決められているんです。スキンケアを楽しく人生を豊かに過ごすためにといった目的で使っていただく分には何にも問題ないです。なので結論、美白を目指すには医薬部外品、つまり薬用化粧品を選んでいきましょうということです。でも医薬部外品が効果があるのは分かったけど、どういったことに注意して選べばいいの、どの成分のものがいいのって迷っちゃいますよね。その気持ちはすごく分かります。一言で医薬部外品や有効成分って言ってもいろんな種類がありますもんね。なのでこの後しっかり選び方や注意点をお話ししていきますね。美白化粧品を選ぶ上でまず注意してほしいのがパッケージの文言です。化粧品を見るととっても魅力的な文章が書いてあって思わずね、手に取りたくなりますよね。実は医薬部外品と化粧品で表記していい内容って違ってるんですよね。これはね、見てもらった方が早いと思うので、化粧品で記載する時の NG 表現と OK 表現っていうのを出していきますね。この違いが分かりますか？例えば一番上の小じわについては、化粧品だと直接的な表現として小じわを解消するって言っちゃダメなんです。あくまでも乾燥による小じわを目立たなくするっていうのが表現として OK なので、乾燥している小じわの部分にこう潤いを与えて目立たなくするっていう表現を使っています。しかも実際の効果に見合っているかっていう確認とか評価っていうのは絶対必要になってくるんですね。決められたガイドラインに基づく試験、あるいはそれと同等以上の適切な試験を行って効果を確認しないと、乾燥による小じわを目立たなくするということは謳えないんですね。医薬部外品ではシワの改善といった表記は OK なんですが、このからくりを知らないと NG 表現も OK 表示も同じに見えてしまいます。パッケージの見た目や商品名だけを見て、例えば美白っぽいものがあったとしてそれを選んでしまうと、美白有効成分が全く入ってなかったっていうこともあるので、しっかり裏を読んで確認してくださいね。そして医薬部外品の美白化粧品を選ぶ際に見てほしいのが成分表記です。こんな風に有効成分が最初に表示されているので、見たらすぐ分かるようになってます。美白においてどれを選ぶか迷った時に、私がおすすめなのがビタミン C、 メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐ働きがあります。あと最近私が特に注目しているのはナイアシンアミドっていう有効成分になります。これはね、ビタミン B3 で40代、50代の年齢肌には嬉しい成分になります。シワの改善だったり、美白シミ予防だったり、肌荒れ、ニキビ予防といった効果が満載なので、気になる人はぜひチェックしてみてください。あと最近はレチノールも流行っていますよね。これはね、ビタミン A。ただ、使う上で注意してもらいたいことがあって、それはね、いきなり高濃度のものを使うのではなくて、低濃度のものから徐々に使用していくということ。早く効果を出したいと思って、いきなり高濃度のものを選んだりするとね、皮が抜けたり、乾燥がひどくなったりっていった肌状態になる場合があります。
肌をきれいにしたいと思って無理に使わないこと、肌にとっては非常にストレスになるので、私はね、どんな化粧品でも無理ない範囲で使うことが一番いいと思っているんです。これはね、何もレチノールに限った話じゃなくて、例えば炭酸もね、ピリピリする方がいいとか、バチバチするから効く、我慢して使っちゃうみたいな、その方が効果が高いって勘違いしてる人もいるんですよ。痛いとか我慢しなくちゃとか、本当に精神的に良くないですし、無理に我慢して使う必要って本当にないです。お肌には絶対的に優しい方がいいですよ。使ってて気持ちいいとか、リラックスするねとかね、そういう方がお肌にはいいと思うので、効果があるから我慢して使うっていうのはやめましょう。そして最後に伝えておきたい注意点が、医薬部外品は国が認めた有効成分が配合されていて、効能効果が期待できるものではあるけれど、個人差はあるっていうこと。アマゾンの星4つ星5つの商品が全て自分に合うわけではないですよね。インフルエンサーがおすすめしているもの、有名人がおすすめしているものも自分に合うわけではありません。それと一緒で、医薬部外品も自分には合わない可能性もあるので、そういった場合はすぐに使用を中止したり、専門家に受診するようにするっていうことも大事なことになってきます。いかがだったでしょうか。今回は美白化粧品を選ぶ上で必要な見分け方として、医薬部外品と化粧品の違い、そして医薬部外品の有効成分の見方などをお話ししてきました。ただね、やっぱり医薬部外品も化粧品も人によっては使用感や効果というのも大きく変わってきます。人によっては化粧品の方がいいという人もいると思います。大事なのは自分に合ったものを使うっていうこと、これだけは覚えておいてほしいですね。皆さんは美白化粧品はどういったものをお使いでしょうか。ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。というわけで、今回の動画があなたの美容のためになるなと思ったら、高評価ボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こんな感じで、私のチャンネルでは40代以上向けの美容をテーマに、様々な美容法やお役立ちアイテムをご紹介しています。なので、こんなテーマを扱ってほしいなどありましたら、どしどしコメント欄でお知らせください。またぜひチャンネル登録をしていただいて、過去の動画を見ていただいたり、最新の動画もチェックして、あなたの美容にお役立てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それではね、さよなら。